住吉台地区の町並み住吉台は、滋賀県大津市和地北浜の一角にある住宅地区の名称である。ワニ駅の北北西約 1km、北に新高寺川、南に木川川、東に湖西線の線路がそれぞれ沿った区画の内側に位置する。当地区全域が市街化調整区域内に含まれるが、 大津市と合併する前の旧市賀町による認定団地制度の適用を受けていたため、自己居住用の住宅建築が許可された。1960年代に約12.6ヘクタール、23街区に352区画が造成され、2010年現在で500人を超える住民が生活している。1970年から別荘地として売り出され、現在は 数社の宅地開発業者によって宅地分譲が行われている。当地区は法務局に保管され、登記のために用いられている地図と実際の土地の形状、状況や境界が大きく異なる。いわゆる地図混乱問題を全域で抱えており、地区内の土地や道路の権利関係が正式に確定されないまま今日に至っている。そのため、行政による道路や下水道などをはじめとする、 社会基盤整備が進んでおらず、周辺地域と比べて大きく立ち遅れている。当地区はもともと山の斜面だった土地を、1960年代に宅地造成業者により買収され、宅地開発が行われた場所である。この業者は、造成地の中心部にあった農地の宅地転用の許可を得ることが難しかったことから、近くの別の地盤を貼り付けて分泌するなど、 法務局保管地図の地盤配列を無視した測量図を作成した上で販売した。一方で各地で多くの新興住宅地が建設されたこの時期あまりの登記申請の多さに法務局は現地確認をろくにしないまま登記許可を出してしまったという。そのため約12万平方メートルにわたって地図混乱問題を生じさせることとなった。具体的には地権者不明の土地 所在地不明の地盤、複数の地盤が重なり合う土地などの事例が見られる。そもそもの地図が明治時代に作成されたもので、その後に何の訂正も加えられておらず、実際に使用される現状とは大きくかけ離れている。1992年に当地区に二筆の土地を保有していた当時の宅地造成主が死亡。このものに相続人がいなかったため、 土地が家庭裁判所の管理下に置かれ、任命された相続財産管理人により競売に付された。その後、当地区周辺で宅地開発が進むにつれ、問題が顕在化。住吉台に住んでいるあなたたちは全員、占有状態ですなどと法務局の職員から言われる。中で、教会紛争など、少なくとも10件の民事裁判が提起された。 地図混乱問題に気づいた、法務局が1995年から当地区の実態調査に乗り出したものの、陶器は存在するが、実際の土地がない、所在地不明の地盤の存在が41件確認され、正確な地図作成には至っていない。損傷の目立つ住吉台の道路上水道は普及しているものの、下水道は分譲業者が一部で設置したのみで、整備が進んでいない。 多くの住民は、資料処理のみに対応した、単独処理浄化槽及び生活排水を地下に放水する浸透マスを利用している。柔らかいとされる地盤に、さらに多くの水が流れ込むとともに、汚水を事実上、琵琶湖に垂れ流している状況にある。悪質な業者が、道路の所有権を主張して、道路を封鎖するなどのトラブルも、これまで耐えなかったという。 宅地内に造成された生活道路は指導として認定してもらえず、すべてが一指定さえも受けていない指導である。そのため、古い下水管の漏水で土砂が流出し道路の陥没が頻発するも、復旧費用は住民が負担しなければならない状況にある。地区内の崖複数の地権者が存在する2008年夏から老朽化した下水道管から漏水し、 アスファルトの下が空洞化したことが原因で、地区内、道路5カ所が陥没した。行政による支援が受けられないため、住民が必要資金を出し合って、とりあえずの応急処置を施してはいるが、本格的な下水道整備の費用は苦面できず、漏水は続いたままである。それどころか、整備のために、地区内に入ったミキサー車の重量に耐えきれず、道路がさらに陥没する事態を招き、 当地区住民は不便な生活を強いられている。2010年7月には豪雨により地区内に高さ約10メートル、幅約8メートルにわたって土砂が流れ出る崖崩れが発生。崖の上にある2軒の住宅は基礎部分が崩れ落ち、家屋全体が崩落する危険があるため住居に立ち入りできない状況となった。しかし2軒の住宅の番地が地図では別の土地に、 所在することになっている上に、この崖崩れの現場も登記上は、複数の地権者が存在している。復旧工事を開始するためには、これら地権者全員の許可が必要とされる。大津市などが地権者を特定し、同意書を集めるのに約1ヶ月かかったという。法務局が2004年に地図作成の基礎となる基準点を設置した。2009年5月に法務省民事局長も、 住吉台の地図混乱は深刻な問題。地元と連携、協議しつつ登記簿備え付け地図への環境を整えて、行くと答弁。6月に、大津地方法務局に対策室が設置され、登記されている土地の位置が現地で確認できない土地について、土地所有者の見解を確認する、作業、道路測量、地図作成範囲の特定作業、 空き地の地権者の占有状況調査作業などを行っている。また、同年10月31日及び2010年10月30日に大津地方法務局により、当地区の地権者を対象にした説明会を開催。地図混乱は、住吉台地区全域に及ぶとした上で、問題解決に向けた事前作業として、登記されている土地の位置を現地で確認するとともに、 確認できない場合には、所有者の意見を聞いた上で、道路部分の測量を行う考えを示し、12月より、地図作成目的の団地内道路測量が開始された。8月には、大津市議会で、和地北浜地崎の住吉台団地における、地図混乱問題の早期解決に関する請願が、採択されたことから、大津市長が民主党滋賀県連を通じて、法務大臣に、 問題解決の要望を陳情。同時に、大津市では、地図混乱専門の対策室を設置して3名のスタッフが、住吉台の過去の登記の記録などを集めるほか、住民の相談にも乗るなどの対応を始めている。住吉神社本殿住吉台の自治会の中に、土地問題特別委員会を作り、町づくりニュースの発行、測量の見直し、 地図混乱問題を取材するマスコミへの対応、専門家との協力体制の確立、道路土地問題基金の取り組みが行われている。また、住宅地内の道路が指導となっているので、自治会が中心となって、道路の速攻修繕、漏水や陥没の復旧に対応している。ありがとうございます。